羽生譲るに、東京ドームはふさわしい場所とは思えないと書いた一部有刊誌は2.26をどう報じたのか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京ドームには来場したファンの熱気が渦巻き、場内は祝祭の空間と化しました。2月26日にスケーター史上初の東京ドーム単独公演。 ギフトを行った羽生ゆずるさんです。この日だけのために東京ドームのグラウンド上に用意された特設リンクでは、12演目を熱演。監修は3万5千人とチケットは完売し、映画館ではライブビューイングが行われ、韓国、香港、台湾も含め3万人が同時視聴するビップイベントとなりました。昨年7月にプロへ転校したハブが繰り広げた屋上のエンターテインメントに、終演後は SNS も沸騰。 羽生譲る、東京ドームといったワードが次々にトレンド入りし、胸を熱くしたファンが感想を語り合い、老若男女問わず多くの人々が羽生譲るの凄み、尊さを実感する一日になったのです。翌朝のスポーツ各紙はこの模様を大展開で昇法。スポーツ放置、デイリースポーツ、東京中日スポーツはいずれも一面、東京本社版で報じました。おかげさまで飛ぶように売れました。コンビニは売り切れ続出で、 会社にはバックナンバーの問い合わせが相次いでいます。スポーツ社員と各紙が、ハブ独自に湧き立つ事態になったのです。となると、気になるのはあの新聞がこの、2.26をどう報じたか、です。その新聞とは辛口で知られる日韓現代。旺盛な批判精神のもと、政治、エンタメ、スポーツなど、独自の視点から果敢に切り込む報道姿勢で知られています。昨年12月8日の報道では、 ハブの東京ドーム公演に噛みつき、指揮者の談話から、東京ドームはあまりふさわしい場所とは思えませんと疑問を呈していました。ところが、ハブは結果的に東京ドームのスケール感を最大限に生かす演出で、会場に詰めかけた3万5千人を魅了、ふさわしい場所にしてしまったのですから、日韓現代がこの事象をどう報じたのか、気になるのも当然でしょう。一夜明け、日韓現代を開いてみます。一面は、 41年ぶりの物価高に政府日銀の無力無能。さすがにハブさんではありません。最終面は聖夜不詳、侍ジ f フロテならば中面のスポーツ面か、あるいはエンタメ面か。ところがページを開いても開いても、ハブさんの東京ドーム公演に関する記事は見つかりません。この日の28ページで当該記事は一切なし。 朝の情報番組やニュースでも大きく取り扱われたビッグイベントに関する言及はゼロでした。スポーツ紙デスクが言います。一般論で言えば一度苦言を呈したならばちゃんと見た上で報じるのがメディア側の責任ですよね。あれだけの事象が起きているのにゼロ行きはないでしょう。史上初の東京ドーム公演に疑問を呈した日韓現代が今回の成功を今後どう報じるのか、あるいは無視を決め込むのか。 一つの見どころと言えそうです。うん、構成。ここから NEXT 編集部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。